深淵の謎、それは女神の贈り物、我らは求め飛び立った。さまよい続ける心の水面にかすかなさざ波を立てた。想像しいな、子犬のザックス。あの家にあった墓、調査に派遣されたうちのスタッフも葬られていた。脅したらせっせと嘘の報告を送っていたぞ、役立たずどもは。脅さなくたってそうしたはずだ。少なくともあんたの両親はな。二人は俺を裏切り続けた。俺があの家に来た時からな。死んだの犬どもに何がわかる。よう相棒。結構ついに心を決めたというわけだ。幼なじみの意思は尊重しよう。しかし そっちの世界で生きてゆけるのか。アンジル、どこ行った？工場を出たのか？時間がない。急いで村を出よう。あの二人、探さないのかよ。不祥事の痕跡は全て消す。この村は空爆されることになった。アンジールの家には本当に誰もいないんだな。アンジールんち。急げ。なんだって？どうすりゃいいんだ？方法はある。タイミングよく砲弾を切れ。何？早すぎても遅すぎてもダメだ。注意しろ。さっきの役場前の要領だ。
できるか？やるしかない。信管の音と砲弾の色に注意しろ。今はそれぐらいしかアドバイスできない。信管の音？こんな音だ。聞き逃すなよ。今の音のタイミングで攻撃すれば間違いない。砲弾の変色にも注意しろ。あとは任せたぞ。新刊の音と色か。空爆までにお袋さんを助けないと。敵が収まったようだな。それなりに攻撃を防いだようだな。今連絡が入った。間もなく空爆が始まる。急げよ。お袋さんが心配だ。急げよ。俺爆撃隊と交渉した結果、空爆まで少々猶予ができた。今のうちに必要なことをやってしまえ。サンキューゾーン。さっきの砲弾も我が社の製品だ。我が社の痕跡を消す砲弾切りに対して報酬が支払われるぞ。なんてことするんだ！おい！それがお前の誇りか！母は生きているわけにはいかなかった。その息子も同罪だ。わけわかんないこと言うなよ！ちゃんと説明してくれよ！言っただろ？もうそっちでは生きられないのさ。君を飛び立つのか。我らを憎む世界へと。黙れ。待ち受けるは。黙れって言ってるだろ。ただ過酷な明日、逆まく風のみだとしても。今日はセフィロスがいないようだが、どうかな。召喚獣？くそ！
ファーストへの道はそれほど甘くないぞ。必要なのは強さだけじゃないんだ。んなこと分かってる。でも俺はファーストになりたいんだよ。いいかザックス、ファーストになりたいなら夢と誇りを忘れてはいけない。そして俺の夢は英雄になること。分かった、ならば応援してやる。コンフリクトリゾルブ。おっしゃー。召喚獣をこんなことに使うなよ。ソルジャーの誇りはどうした。俺たちはモンスターだ。誇りも夢もなくしてしまった。モンスターじゃない。
じる。アンジール、戦争が終わったぞ。みんな喜んでる。でも俺は。その剣は我が家の誇りなの。剣よりもお前の方が大切だ。ほんの少しな。どこ行っちまったんだよ。はい、ザックス。久しぶりだな、ザックス。セフィロス。ラザードの部屋へ来い。わかった。アバランチとかいう連中で、何でも生命学の信仰者らしい。アンジールの母親って昔神羅で働いていたらしいぜ。確か科学部門だったと思う。なかなかの逸材だったとか。アンジールさんといえば、時々ボソッという冗談が面白いんですよね。ジェネシスさんはラブレスを朗読してくれたんです。二人とも帰ってこないですよね。僕、よう、ザックス。戦争終わっちまったな。そうなんだよ、俺の活躍聞いただろ。いや、それが全然。社内報には名前も載ってなかったぞ。テレビはセフィロスの活躍のためって言ってるしな。だってセフィロスは B 隊で。ま、英雄はメディアが作るってことさ。夢壊すなよ。
おめでとう。君は本日付でソルジャークラスファーストに昇格だ。あれ、あんまり嬉しくない。無理もない。いろいろなことがありすぎた。ザックス、早速だが頼みたいことがある。また俺に任務を押し付けるつもりか。悪かった。いいけど。任務の内容だが、その前にザックス、ブリーフィングルームへ行ってクラスファーストらしい服に着替えてきたまえ。君がザックスか。そうだけど。クラスファーストにはマテリア合成の使用権限が与えられる。おお、でどうすりゃいいんだ。メインメニューを開いてみたまえ。マテリア合成が選べるようになっているはずだ。早速この2つのマテリアを合成してみるといい。マテリア合成がどんなものかわかるだろう。何か知りたいことがあれば私に聞いてくれ。Conflict resolved.
Activating combat mode. かかってこい。Resolved.